久保さん、瀬戸内寂聴さん行きましょうか。生きるということは、堀江さん、生きるとは、人生とは何ですかそんなの聞いて意味あるの。瀬戸内寂聴はね、生きるということは、死ぬ日まで、死ぬ日まで、死ぬ,死ぬ日まで自分の可能性を諦めず、与えられた才能や日々の仕事に努力して続けることです。パンみたいなね。<laughs> 死ぬ日までっていうね。 これいいっすよね。死ぬ日まで自分の可能性。まあ、この億万長者合宿でもね、いろいろ言ってますけども、自分の手持ちのカードですよね。で、自分の手持ちのカード、あ与えられたカード、与えられた環境で、こうやっていくっていう。だから、その、まあ、僕はいろんな成功者を見てきたんですけども、じゃあ、成功してる人は、うん、全員すごい環境に生まれたのかっていう。松下幸之助さんは、うん、すごいお金があったのか、すごい裕福な家で育ったのか。 成功する上でのすげえノウハウを持っていたのか違いますよね貧乏であのデッチ奉公に中学校からデッチ奉公に出てたみたいなあと孫正義さんとかまあ他の人もそうですよ全員うーん,なんだ成功した人がそういういい環境にいたのかすごいノウハウを手に入れたのかっていうわけじゃなくて今与えられてる環境今の状況下で今の手持ちの持ってるもので、えー、勉強してやって。 で努力したい。えその結果今があるっていうことですよね。うん。だからまああのー、まあ、つやり続けること、手持ちのカードをまあ,あ増やあの使ってえ増やしていくのもありだし、手持ちのカードをレベル上げていくっていうこともそうだし、まあ。あ ここの言葉に色々と集約されてるんじゃなないかなってこの死ぬ日までっていうのはね、僕は好きだなとあの、いいなと思いましたね。死ぬ日まで自分の可能性を諦めず、与えられた才能や日々の仕事に努力し続けることですと、瀬戸内寂聴さんは言ってくれています。いってらっしゃい。